騎士は、騎乗して戦う者を指す。以下、主として、前者のヨーロッパの騎士について叙述する。近代以降の英典、勲章としての騎士については、内藤参照のこと。フランス語では、イタリア語では、スペイン語では、ドイツ語では、オランダ語ではであり、いずれも、騎乗を語源としている。英語ではといい、これは、重木、自社を意味するに由来する。なお、 現代英語では騎兵をと呼称し、特別する。西欧における、騎士階級の起源は、戦士時代のガリア人、ゲルマン人部族まで遡ることができ、それが、その後西欧世界に広まったと考えられている。ガリア人社会においては自由民の両親のもとに、生まれたすべての若者が、成人し自らの健康さを証明すると、槍と、盾、ベルト、そして剣を授与される儀式を受け、 部族ごとの戦闘団に入団した。この儀式こそが騎士序任式の起源と考えられている。こうした原始的な社会においては裕福なものが騎兵部隊を成した。したがって最初期の騎兵とは馬を持っていた自由民のことだった。土地の集約化が進み騎兵となれる経済力のある自由民の数も減っていくと騎兵であることが社会階層としての色彩を帯びていった。 一例として古代ローマの兵役制度、ケントリアでは、騎兵として軍に加わる人間を指す、エックイテスという社会階級があった。当時は、武器などの装備は自便であり、イタリア半島が、馬の飼育に不向きということもあって、騎馬民族ではない、ラテン人、ローマ人にとって、個人で馬を所有し、馬術を習得できるものは、ごく限られた浮遊階級のみであった。 しかしローマが半島を拡大すると、遠方の戦場まで馬を所有する貴族が出生することもなくなり、また、騎馬民族の同盟国を参加に収めるようになると、ローマは実戦力としての騎兵を同盟国からの補助軍、アウクシリアや傭兵に依存する傾向を強めていった。さらに、ローマの貴族と市民は身分としてはっきり分かれており、 階級は、あくまで裕福な市民としてて分けられていた。そのため、エクイテスという言葉は、貴族ではなく、また、騎兵でもない、単に経済人や資産家を指すものとなっていった。その後、元老院で議員資格に財産保持の制限を加えるクラウディウス法が可決されると、財力を背景とする富豪たちは、それまで、貴族や、 資産家など上流層全体を含んでいた元老院から離れ、騎士という称号だけを帯びるようになった。彼らは元老用の純白に赤十字の唐賀ではなく、黄色の唐賀を身にまとうことが習慣づけられた。定世紀に元老院を建成したいと考えた歴代皇帝が徴用したことで、権威はさらに高まり、帝国の体制を支える職務となった。 戦争捕虜の中で馬術を習得していた者は、剣闘士の中でも騎乗して戦う、騎馬闘士、エクイテに割り当てられた。フン族、アバール人、マジャル人といった遊牧騎馬民族は、古代末期よりたびたびヨーロッパに侵攻して、乗馬技術や騎馬戦法をもたらした、騎馬戦法は古代スキタイに発し、三世紀頃のパルティアで完成したと言われている。ゲルマン諸部族の戦士は、 もともと不評が多かったが、騎兵も紛俗や、サルマ大人の影響を受けて、次第に増加していった。中世初期のメロビング町でも、軍の主力は不評であったが、カロリング朝初期の800年前後には、少数精鋭の重装騎兵が、軍の中心に据えられた。一説には、馬から降りて戦う、下馬騎士ことが多かったとも言われている。騎乗して戦う騎兵が活躍するようになった。 背景には、アブミをはじめとするバグの改良があった。8世紀初頭に、フランク族に伝わったアブミは、騎乗した玉身体をしっかり支えて、武器を振るうことを容易にした。9から10世紀には、低鉄と白車が普及した。こうして、重装機兵は11世紀後半頃までに、有力な戦力として、戦闘の主役となるに至った。 西方ラテン世界の公式言語での騎士の呼称、ミーレスは本来単なる戦士という意味であった。カロリング朝の貢献力崩壊に伴う封建制の成立期には、領主と主従関係を結び、主君のために軍役などの奉仕を行う人々が出現した。大貴族に従属する家臣にして支配階級の下部に位置する彼らもまたミーレスと呼ばれた。こうして騎士は、 単なる騎馬戦士を指す場合もあったが有力者に軍事奉仕をする見返りに授与される特別な身分を意味するようになった。さらに、勝負の風潮の高まりと共に12世紀には、高位の貴族や王までも騎士を自称するようになった。騎士になるには、まず、7歳頃から故障、ページとなり、主君のもとに使え、使い走りなどの仕事をする一方で、 騎士として必要な初歩的技術を学んだ。14歳頃で、熟騎士、エスクワイアとなると、主人である、先輩騎士について、身の回りの世話をはじめ、甲冑や武器の持ち運びや修理も担当し、実際の戦闘にも参加するようになった。20歳前後で、一人前の騎士と認められると、主君から助任を受け、金もしくは金メッキの白車をつけるようになった。助任の儀式。 は、基本的には、主君の前にひざまずいて、頭を垂れる騎士の肩を、主君が、長剣の平らで叩くというものである。騎士の戦士としての重要性が薄れると、かえって助人の儀式は複雑化して、宗教職や騎士道精神といったものが、強調されるようになり、聖職者が、式に絡むことも多くなった。こうした中世騎士の制度は、封建制度の中核をなし、また、 ベテラン兵の指導を受けて、技術を学ぶという点は、封建制自体と同じくゲルマン系文化の重視制度から影響を受けている。ただし、儀礼的な部分に限って言えばむしろ、ローマ、ラテン的であり、またケルト的であった。肩を剣で叩くという儀式は古代ローマの貴族階級で行われた儀式に起源を持ち、その際に両膝をついてひざまずくことで忠誠を示す。様は、 ケルト系の諸民族で見られた習慣であった。儀礼外文化から取り入れられた経緯は詳しくはわかっていない。騎士道においては、一般に、キリスト教的観念に基づく、忠誠、公正、勇気、武勇、慈愛、寛容、礼節、奉仕などが特許とされた。ただし、それらの特目が忠実に守られていたかといえば、そうでもない。大方の騎士はそうした理想とはほど遠く。 クレティアンド・トロワをはじめとする12から13世紀の詩人たちがびっかして歌い上げた騎士道は多分に巨像であった。工場線の末に落とした街での略奪や破壊、虐殺は当時では一般的なことであったが騎士もそうした老大を働いたのである。騎士の中には農民のように平凡に暮らす貧しい少女をしもいれば、富裕な捕虜の身の白金を取ったり略奪をこととする。 粗暴なものもおり、13世紀のローマオルドルフ一世は、盗賊騎士の根ロを攻撃して13人の盗賊を処刑した。また、自らの力を試したり、ロマンチックな冒険を求めて、方々を渡り歩く騎士を、変劇騎士と呼んだ。各地の大領主が主催する、武芸試合に出て金を稼ぐ騎士もいた。そうした、武芸試合の呼び物には騎士たちによる模擬戦があり、 勝った方のグループが捕虜を取って獲得する身代金は騎士の収入の一つであった。騎士は除任されるもので生まれついての身分、階級ではなかった。その点において単純に騎士を貴族とみなすことはできない。貧しい兵士が騎士身分に取り立てられることもあり、一旦騎士身分を得るとその調子も騎士となることが多かった。フリードリヒ一世。 1122年から1190年は農民が騎士になることを禁じたが12世紀に作られた武勲士ジラールドルシオンには実際には農土が騎士身分を得ることもあったことを伺わせるくだりがある。とはいえ騎士はその装備や馬を維持できるだけの財力のある領主階級と事実上重なる部分が大きかった。12世紀に騎士修道会が創設されて 宗教的騎士道が確立するとともに、騎士は社会的に認められた上流階級となり、13世紀にかけて一種の排他的、閉鎖的身分集団と化した。ドイツでは、騎士の黄金時代を迎えた法苑主タウ編長の後、次第に騎士の身分は一種の貴族としての性格を強めた。他方、商売などで不愉になった者が金で騎士の身分を得ることも、 珍しいことではなくなった。騎士前世紀のドイツでは、多くの平騎士は、勢族の領主や王に侵入する非自由民たる、ミニステリアーレ、歌詞であった。貴族にせよ、ミニステリアーレにせよ、大多数のさほど裕福でない下級騎士は、平時は、農耕や牧畜を行っていた。ミニステリアーレは、不自由民分のまま騎士として戦っていたが、 やがて自由身分の風神同様に報道を得るようになり、下級貴族と同化して、ドイツの騎士の中心的な担い手となった。一部の騎士は、ローマ王直属のとなり、皇帝自身や、貴族の男子も助任を受けて、抗議の騎士身分に属していた。16世紀初頭の神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世は、最後の騎士と呼ばれた。イングランドでは、騎士階級は、 男爵以上の爵位貴族とは区別され、今日の英国では、ナイト尺は一代限りの爵位となっている。英国では、騎士の継承は、今日という、ただし、騎士は中国や日本の今日に比べてはるかに低い階級である。また、英国貴族の継承も、同じく今日と訳されるため語訳、御用を招くこともある。騎士が、 軍事的価値を喪失し始めたのは1400年頃からだと言われている。傭兵部隊が軍事の主力となると、騎士は自分の連隊を率いて傭兵隊長となるなどの転身をしなければ、軍人としては生き残れなくなっていった。多くの騎士は強盗騎士と呼ばれるようになり、フェーデを悪用した合法をギリギリの強盗、恐喝、身の白金融会などで生計を立てるようになったが、 兵での全面禁止に伴い生活基盤を失って、単なる傭兵となるなどして没落していった。16世紀以降、火器の使用により、やりき兵の意義が薄れ、また、馬や鎧、武器の調達に莫大な費用がかかることから、軍役に実際に参加することなく、金銭、軍役代のお金の支払いによって済ませることが多くなり、騎士は、戦士としての役割を終えて、 純粋な社会的階級となった。現在でも、イギリスなどでは、男爵純男爵に次ぐ爵位として、ナイト爵が、勲章システムと結びついて存在している。別称は、勲行爵勲爵氏とも言う。16世紀のドイツでは、帝国騎士のが国王と騎士による国家再建を目指して、騎士戦争を起こしたが、騎士軍は諸行に敗北し、 帝国騎士没落の流れは止まらなかった。中には自身の軍事的価値を放棄して土地を所有して小園領主として自活する道へと進んでいった者たちもいる。現代まで存続している騎士の家系の多くはこの系統である。ドイツの帝国騎士は男爵の称号を持つ下級貴族の身分として残った。現代では勲章の授与に伴う栄誉として 騎士の助任は一部で続けられている。現代国際法は、騎士を助任する主体、ラ・フォンズ・アナームは、主権を有する必要があると定めており、この条件を満たす存在として、主権国家に加え、ローマ教皇、君主、そして一部の多い請求者が認められている。ローマ教皇庁は、これらの主体は、神の恩寵により、バイザ・グレイ・サブ・ゴッド、地の権利、イウレ・サングイネスにより、 騎士団への騎士の助任権、ユスコレシャニスを有するとしている。英国においては、今日でも大英帝国勲章など、特定の勲章の授与時に王室が親民を騎士に助任することがあるが、これは英国勲主としての地の権利による助任権の行使の例である。さらに、すでに国を持たない王家、王位請求者であっても、国王の座にあった時に、 教皇から明示的に助任権を認められていた王家に、限り、引き続き騎士助任を行うことが教皇庁により、認められている。こうして認められた、騎士助任の例としては、旧イタリア王家サボヤ家の聖マウリッツィオ、ラザル騎士団がある。また、マルタ騎士団は、現在、独立国家として、引き続き騎士の助任を行っており、これも、国際法で認められた主権による、騎士助任である。 さらに、君主制の国家ではないものの、政府として騎士号を授与する国もある。この場合、騎士の助任の方法や助任された騎士の地位は、教会法ではなく、各国の国家法で定められる。従ってその効力が及ぶ範囲は、その国家に限定される。この例としては、共和国法第646号において、 リサール騎士団の創設と騎士ジョニーを認めたフィリピン共和国のレーガル。さらに現代では名誉称号として騎士の肩書きを与える民間団体も増えている。食文化を守る団体としてはフランスのシャンパーニュの伝統を守るシャンパーニュ騎士団などが有名であるが、その他フランス、ドイツを中心にワイン騎士、ベルギービールの騎士号や フランスチーズカンピオー騎士などの称号があり、それぞれの食文化において活躍する人材に対して、これらの民間称号が授与れている。こうした民間称号の授与にあたっても、助人という表現が使われる場合があるが、国際法上の騎士への助人には当たらないことに留意する必要がある。日本でも、とりわけ国内の著名人などが授与されるケースも多い。独特の美学を有する名誉と、 社会的地位を持つ、戦闘員、戦士階級という意味では、武士が騎士に類似した存在である。また騎士が重木を意味するに由来するのと同様、武士も従うという意味を持つ、サブラウという古語を語源とする侍と呼ばれた点でも類似する。また、私分にあるもののうち、上司の身分にあるものは、騎乗が許されたことから、価値に対して騎士と称された。 過去の日本において、西欧から導入した爵位の制度が存在したが、これらは騎士、または騎士団の制度とは根本的に違うものである。現代の日本では、欧州の騎士の称号にちなみ、地方公共団体や業界団体が、騎士の名前を冠した称号を送る例がある。具体的には、青森県の商工会議所が雪かきの功績者に対して、 スノーナイトと浮宙志望を授与する例や、日本銀城主協会が開催する銀城主大学校の受講生の中で、一定の要件を満たした人に銀の騎士の称号を授与しているのが、その例、さらにその上級過程を終了すると銀の英子の称号が授与されるである。2008年以降、和歌山県は県内で功績のあった人物、動物などに対し、 和歌山県君公爵、我が山でナイトを送るとしている。第一号は、猫の液長である玉。なお、これらの場合、称号というよりも、相性に近いものである。イスラム国家において、ヒムスリムが、捕虜、非正復民として同化すると奴隷としてみなされ、先祖が奴隷である以上、回収、奴隷解放を経た後もアラブ人とは一線を画する、身分に位置づけられた。 その中でも、キバ民族出身の奴隷は、騎兵戦力として、重要な位置を占め、マムルークと呼ばれた。マムルークは、十字軍との戦いで活躍し、イスラム騎士道なども生まれた。彼らは、騎士や武士と同じく純粋な戦闘員から、やがて特権階級になり、マムルーク長などでは事実上の支配階級にまで、栄達した。オスマン帝国では、他に、 スイーパーヒーという騎士階級が存在した。彼らは、騎兵戦力を強出させるため報道が与えられ、領主としての身分が認められた。これは、オスマン帝国のトゥルクメン人トがもともと騎馬民族であったために、他のイスラム国家とは異なる制度を採用できたことから発生した。しかし、ヨーロッパや日本と違い、 イスラム世界では早くに、家宝の発達に伴い大砲や銃を扱う不評で、非正復民のキリスト教信者の指定から構成される、イエニチェリがスーパーヒーラ騎士階級にとって、割ったため騎士が名誉称号として残ることはなかった。またマムルークも新エジプト王国によって駆逐された。現在でも、騎士や騎士道、騎士団を扱った様々な作品が数多くあり、作品によって、 騎士のあり方、捉え方も多岐にわたる。ただし、それらの作品中の騎士は、必ずしも、実際の歴史上の騎士像に、中ではなく、近代的ではない世界観を表現する演出の、一つとして取り入れられ、キャラクターの社会的身分に関係なく、ただの鎧の選手が騎士として扱われることもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。